はい、良い風景です。ペルソナ3ポータブルの実況プレイです。修学旅行が近くなってきてるんですよね。まあ、そんな感じです。あとなんだっけ。そうだ、真田コミュが、まあ、停止状態になってるんだな。コミュちょっと確認しましょうか。まあ、愚者7ですね。はいはい。状況は新たな局面を迎えているってなってますけど。そうだった、いくつきさんが、まあ、あれ、裏切られたって形になるのかな、俺たちは。そんな感じですね。で、シャドウは、大型シャドウ全部倒したんですが、これからどうなるんだろうって感じで、まあ、そんな感じですね。今、状況見守るしかないって感じですね。で、正規公民はこれ、夜できますけど、これ、ランク8で、今、恋人同士なんだよね。そういう、ちょっといかがわしい展開なんだけども。で、まさかの運命コミュが、この人だったんだよな、望月良二君ね。謎の、どこか、謎めいた印象を持つ、謎の人なんですけど。このコミュ、自動で上がるのかなと思いきや、こっちから誘ったり、でも、いつもさせるわけでもなかったり、ちょっとよくわからないですね。ちょっとかなり、なんて言えばいいかな、変則的みたいですね。で、今日もできます、できるみたいですけど、これ後期、後期コミュ、コロマルコミュね。これまで7ですね、あと3。多分上がりきると思うんだけども、割と活動日は多いんだけども、1回ごとの活動で入手できるポイントが少ないみたいだな。まあ、多分大丈夫だと思います。まあ、もし、ランクマックスにできなさそうだったら、どっかでおみくじ引くってことも考えられるかな。で、節制コミュ、なんですけど、このコミュね、ランスカナの留学生の。あと、今ランク5だからあと 4回ですね。ってことで、あと2週間分ぐらい活動すればいいんですけど、今週は修学旅行で活動できないね。まあ、一応最優先ですけど、修学旅行終わってからは優先順位若干下がる見込みですけど、まあ、それでも最優先かなと思ってます。今のところそういう計画です。で、今ちょっと、全く読めない感じになってるのがこれなんですけど、真田くんがなんか告白してきたんで、ね、そんで、振っちゃったんだよね。そうそう。そう、インコ恋人いるからね。っていうわけで、一応なんか修復しようかなって思ってんだけど、修復しようと試みてるんだけど、あんまうまくこと言ってないって感じですね。どうなるかわかんない感じですね。で、まあ1月後半でもいいから、まあマックスまで持ってきたいんですけど、っていう感じかな。で、太陽、これもちょっとあれなんだよな。ランク6ですね。あと4回活動すればマックスなのか。っていう感じかな。ちょっと待った、節制5か。じゃあ、あと5回活動しなきゃいけないんだな。そっかそっか。こんな感じですね。ちょっと日曜日、どのくらい活動できるのか、ちゃんとしっかり確認しとこう。できればね、今年中にマックスにしたいんですよね。今日が何日？14日か。じゃあ明日活動して、今週は、3日活動できますね、最大。多分なんとかなるでしょう。2日余分に、無駄にしなければね。ただ日曜日なんかイベントがあったりするとダメかもしれないけど。まあ若干余裕がある感じではあるな。っていう感じです。じゃあ、じゃあみんなの話を聞きつつ、今日はコロマルコミュやろうかな。アイちゃん。はい。私は旅行という行為を今一つ理解が難しいです。単に金分を広める行為と思ってましたが、もっと複合的な意味がある様子。旅行で手に入るものとは一体何ですか？あら、思いつかな、なってるよ。思いつかな。これあれだよね。これ公職だよね。旅行で手に入るものといえば、ペナントとかね。牧草とか。あとは、だっけ、熊が、鮭を、加えてる置物とか、そういうなんとも形容しがたいものが手に入るよね。それは私と皆さんの、との最大の違いの一つです。私は自分で自分の行動の動機を説明できないなどありえません。なるほどね。でもよくよく、内省的になればなるほど人間っていうのは、自分の行動の、理由がわからなくなるもんですね。まさにそういうもんだと思う。
これこれ恋人だからこうしましたって言っても本当にそうだろうかってことになりますからね。本当に。はい、別に京都出身ってわけじゃないから、別に住んでたことがあるってだけ。あ、そうなんだ。そうかそうかそうか、京都に住んでたことあるんだね。だけどしかしみんな京都に変な先入観持ちすぎだよ。そうなの？どういう先入観？どういう先入観かな。京都のイメージっていうとどんなイメージだろう。やっぱ、まあ、俺も一度しか行ったことないからね。結局修学旅行でしか行ったことないから、まあなんていうか古都っていうイメージだよね。はい、ゆかりちゃん京都に住んでたことがあるんだって。そうなんだ。一応そうなんだってことにしとこう。私も直接聞くまで全然知らなくて。あ、でもこれって実はゆかりちゃん的にはがっかり。どうなのかね。地元に住んでる人はそういうのがっかりなのかな。どうなんですかね。修学旅行ですか。こればっかりはさすがに一緒に行きます。ここも行ってたな。あ、そうだそうだ。なんか心配してくれてんだよね。僕は留守番してますけど、でも正直すごく心配です。だって僕が目を離した隙に弓子さんに何かあったら、くれぐれも気をつけてくださいね。それに、修学旅行って浮かれて羽目を外す男が多いらしいんですが、多分大丈夫です。ペルソナ、スルトマンで多分大丈夫ですね。ペルソナ、今、能力値こんな感じですね。力51で結構高いんじゃないかな。魔力59。なるほどね。そんな感じですね。このペルソナはかなり強力ですが、まあ余談ですけど、あと1レベル上がると、カインハイブースターを覚えるんですね。で、これね、カインハイブースター、氷結耐性と交換しようかなと思ってます。これ、防御相性が、防御相性のために氷結耐性入れてるんですけど、氷結ハイブースターと交換することによって、使いづらくなると思いますが、でもそれでいいかなと思ってます。まあメインで使うペルソナと考えてないんですよね、実は。これ使ってるのは、この真ん中の、画面の真ん中にあるハートマークのためですね。受胎アイテムが欲しいんで。まあそんな感じなんですけど。まあそんな感じかな。あと1レベルで受胎アイテム手に入るのかな。ちょっと、あとで登録しておこうかな。ここは楽しみか？すごく楽しみです。そうか、思い出に残る旅になるといいな。キルジョーさんは、やっぱあまり楽しめないんだろうな。今日からタラタラする吹きか。今日キルジョーさんのことね。変に気遣いしない方があいつの性には合ってるだろうか。さすがに心配だな。だって、なんかいろんな無駄話してたら、7分55秒とかになっちゃったけど。ちょっと、なんだっけ、スルトンのレベルあと1レベル上がれば、レベルが、なかったらスキル全部覚えきることになるかな。そしたら多分受胎アイテム手に入ると思うので、多分ですけどね。ですね。受胎アイテムを、入手できる前に、これを登録しておきます。ついでに、ジャタイも登録しとくか。このところかな。ちょっと待った。大国の人とかは、大国者は登録しないわ。大国者かなり強力な状態で登録してあるんで。法王か。法王等とね。サキュバスどうしよっか。サキュバスどういう状態で登録してあるんだろうな。一応確認しておこう。近くまで来たんだからね。あ、はいはい、こういう状態なんだ。レベル48で登録してあるんですね。そっか、まあいいや。サキュバスは、一応まあ主力っていうかメインのピルサーで考えてるんですよね。浜自殺無効なんで。レベルがまあ60代前半で、同じ役割を持つペルソナを作り直そうと思ってるんですけど、それまでは使います。じゃあ、コロマルコミュ。そっか。なんか上がるかな。あ、まだ楽しそうに遊んで。何か使った？トラフルジェム。使わないね。今一つトラフルジェムって何に使うかよく分かってなかったりしてね。戦闘から離脱できるのかな。さて。今日は、太陽をやりたいぞ。あれは、こんにちは、望月良人です。で、みこちゃんだよね。少し君と話してもいいかな。そっか。どうしよっか。大丈夫だよ。今日二人で出かけない？とっても天気がいいから。どうしますかね。
どうしようか。コミやりたいんだよね。だけど、ちょっと試しにやってみるか。まあ、かなり珍しい機会っては珍しい機会ですよね。まあ、若干余裕がないこともないからやってみるか。よかった。君に会えるなんて嬉しいよ。すぐ出よう。恋人でもないのによくそういうこと言えるけどさ。言えるよね。よくそんなこと言えるよな。なかなか言えんぞ、これは。あら、そっか。無難なところに来たね。喫茶店シャガールって。面白いね、ここ。普通の喫茶店だよ。どの辺が。あ、私が一緒だからかな。気に追われちゃったな、って言ってる。幼児は楽しそうに笑ってる。それにしても周りの人たち、きっと恋人同士だね。言われてみれば、周りはカップルばっかりだ。恋人っていうのは、互いを一番大事にすることでしょう。そういうことが本当にあったら素敵だよね。うん、そうね。本当にある。そっか。幼児は優しげに笑っている。僕は思うんだ。きっと、君が男でも女でも、君を好きになるって。どっちでもいける口なんですか？なんか変なこと言ったか。幼児は優しげに笑っている。君のことは前から知っている。きっとね。これってなんかチンプな、くどき言葉じゃないんだよね、実はね。まあ、あんなことはいいけどさ。はい、君といるとこの謎が解ける気もするし、深まる気もする。なんだかね、泣きそうになる。泣いたことなんてないの。幼児は寂しげだ。両親のことがまた少し分かってきました。あ、ランク上がりましたね。まあ、ちょっと酒飲んでて見逃しそうになったけど、上がるんだね。やっぱりこれ要注意ですね。まあ、やっといてよかったわ。はい、またこうして一緒にいたいな。迷惑じゃなければ誘ったりしてもいい。迷惑じゃないっす。そっか、嬉しい。そうだ。今度、修学旅行ってのがあるんだよね。その次、どっか一緒に行こう。すごく楽しみだ。そっか。修学旅行では、同じ班とかなのかな。確か、班別行動とかあるよ。君か。おかえり。ただいま。さて、日曜の夜、何もやることがない？もしかして、コミュー。まあ、手元のメモではコミできなくなってますからね。まあ、太陽のコミはちょっと惜しかったけどな。まあいいや。この道やることはないんだろうな。ちょっと話でも聞いてみるか。お、今までずっと僕たちをリードしてくれた、一礼さんや真田さんですけど、そんなお二人でも今度ばかりはわからないんですね。僕たちがこれからどうなっていくのか。なんとかなるって言ってんの。この丸は強いな。へへへ、とか言ってるよ。なんか、ヘラヘラした笑い。なんとなく自信を感じる、面構えだ。そうか。これまるってやっぱり、人生っていうか、まあ、人生って言い方正しいかどうかわからないが、経験は豊富なのかな。シルバーをかなりくぐり抜けてる感じがするよね。サナダさんもかなり来てるよな。そうか、やべえぞ。これで3年総崩れとかになったら、俺らだけでフォローできるのか。ちょっと、純平さん、めったなこと言わないでください。ミツルは相変わらずだし、俺たちの進むべき道も見つからない。クソ、こんな状況が一体いつまで続くんだ。そうだよな。キルジョーさんって部長だもんね。ちょっと話してみよう。どうだ、シラさんです。旅行は楽しみか、とか言ってみると。あの、お話は変わらないかな。さて、じゃあ、タイムアップ出て、ペルソナ強化でもしようか。実際あまり強化する意味ってないんだけどな。しかもすると、さっき登録しちゃったから、あ、そっか、どうしようか。パンチマシン、速さ上げようか。モグラ叩きは確か速さだったはず。さてと、月曜日、今日は星込みできますけどね。はい、いよいよ明日だね。修学旅行もう用意した？お、バッチリ。部活でしょ？水着でしょ？会長電灯、乾パン、
乾杯必要？とりあえずあんた荷物多そうだ。乾杯必要かな？アスカの修学旅行だな。京都、我が心の故郷だ。他の先生はあることか、海外を押すからな。毎年反対するのが大変なんだぞ。ん？いや、だけど、動画的には京都が正解だよね。生まれた国を愛すこと、それができん輩が多いとは、情けない時代だ。そうだな。今日は我が国の素晴らしさを解く授業にしようか。他人があれではそのあたりを教えてくれそうにないしな。日本の国家は知ってるよな。そう、桜な。万葉集の時代では、花といえば梅だったが、あ、そうなんだ。平安頃から、現代まで花といえば桜ね。そうなんですね。ちょっと面白そうな話だから、どちらに話聞こうか。隣の家のおかみさんがこっそり裏から入れてくれてな。何の話？芋がゆの味を私は忘れることができない。いつまで経ってもお礼を受け取ってくれなくてな。謙虚さは素晴らしい日本文化だ。それを今の若者は。意外とこの人面白いように話すね。と思うよ。なんか嫌われてますけどね。若干やめなところあるけども。結構なんていうかフランクな話題を話してくれるじゃん。これで面白いよね。はい。良い明日だな。最近しけた話ばっかだったからよ。まあ、楽しもうぜ。なじゃあ、楽しもっか。そう来なくちゃ。あ、だったらね、さすがリーダー。せっかくだから楽しみますかね。はい、明日から修学旅行だね。もう楽しみで待ちきれないっす。はい、どこ見ましたも皆さん、大概そわそわしてる様子ですね。ゆみこさんはそわそわしてますか？いやー、そういう愛ですわ。私はどうなんでしょう？自分では何とも言えません。そうなんだ。いや、実際そわそわしています。それは良かったです。もっとそわそわしてみますか？え？何してくれ気？何する気？なんだろう、どういうことだったんだろうな。はい。噂の転校生が女子に騒がれてるけど、正直私は興味なしって感じ。だって、私は昔から真田先輩一筋だし。そっか。外国からの転入って大変だよね。外国人ってだけで無意味に期待を持たれてものすごいプレッシャーだもんね。でも望月くんの場合は全然というより楽しんでる感じかも。あ、外国から来たの本社。そうなんだ。だから首になんか黄色い妙なものが巻きついてるわけ。そう。まあいいや。じゃあとりあえず今日星多分できないっしょ。一応誘ってみますけど。ハートが割れた状態だからね。やっぱダメっぽいね。じゃあどうしようかな。今日マジでやることがないってことかな。じゃあターンマップ出ちゃおうか。月曜日はなんか武器買えるんだよね。武器買ったんだっけ？ちょっと前のことだからよく覚えてないっていうのが正直なところですけど。そうだ、今クエストどうなってんだろう。はい、21日か。これ、修学旅行か、かけたら、頃かな、ちょうど。カートどうなってるかちょっと見ようか。できませんか。よし、じゃあ今日マジやることはないね。じゃあおみくじでも引こうか。何がいいかな。星節制今やってるんだよね。で、星は引いた意味がないか。節制は多分上がるから、ちょっと待って、どうしようか、マジで。そうすると正義かな。何引けばいいかちょっとわからないね。これもあれは多分次上がるような気がしますね。どうしようか。あ、いっか、これも引いてみようか。びっくりしきまーす。どうしようかな。アマドとコロマルどっちかって感じかな。どっちもいいような気がしますね。アマドコミって上がるんだっけ上がんないんだっけ、よく覚えてないっていう感じなんですけど。コロマル引こう。コロマルの方が上がってないかな。おめくじ引くだけは1000円とか手に払うと戻って引きたいな。はい、明日からいよいよ修学旅行。いやー、ここのとこ楽しい話題なかったから余計に楽しいんだぜ。まあ、京都っつうベタさがちょい引っかかるけどな。
あれ、純平さん元気ですね。心配して損しちゃったかな。俺っちはいつでも元気だぜ。あっちこそ、ちゃんといい子でお留守番してろよ。わかってますよ。あ、お土産とか気をつかなくていいですからね。え、それって買ってこいっつアピール。そんな違いますよ。京都のお菓子は美味しいですよね。って。八つ橋か。八つ橋でも買ってってやるか。うん、それがいいんじゃないかな。コルマル今日あげようか。あ、っていうか、まあいいや。どこかあげよう。はい。どうやらミツルのやつ旅行に行く気になったみたいだな。本当に欠席するんじゃないかと心配したんだが、とりあえず一安心。話変わってないかな。修学旅行ね。はい、世の中になるようにしかならねえ時だってあると思うんだよな。そういう時はとりあえず今日や明日を目一杯過ごしとく。これでいいんじゃねえの。まあ、要するに修学旅行を思いっきり楽しもうってことだ。いいね。そういう意欲は好きだよ俺は。はい、修学旅行は皆さんにとって大変に息深いものであることは理解しました。しかしこの旅行がこの先の戦いにおける展望を示すものとものとはやはり思えません。結局これは姑息的安楽、つまり気休めすぎなのではないかと。アイゲスまでそんな、なんつうか身の負担もないよね。ほんと、いつになったら先が見える。まあそういう閉塞感はあるよね、確かにね。修学旅行ね。それは気分転換になるだろうけどさ。でも気分転換したからって今後の目標はできるわけでもないでしょ。しかし、修学旅行は貴重なイベントです。これを活用できない場合、多大な損失が見込まれるであります。損失って、まあ、確かにもったいないけどさ。損失ね。はい。なんか山岸の話飛ばしちゃったけど。なんか時間もいい感じだし、明日から修学旅行だし、動画切りますね。これ、今回は。はい。というわけで、ご視聴ありがとうございました。